どうもこんにちは。ゲームボーイエミュレーターを作るの続きを今日見ていこうと思います。今日は前回の続きですね。前回、労働命令のテストコードを自動生成するというところをちょっとやるところまでね、なんとか行きました。その前にねだいぶ時間使っちゃったんですけども、まあ、先にその話をちょっとしたいなと思います。前回こううーんって調べてなんかあんま喋んなくて、なんかこれでいいんかみたいなのでやったんですけど、NIM の仕様というか、まあ、これちょっと多分が入ってるんですけど、これ、まあ、結論から言うと M ペアーズか M アイテムズっていうやつにしてあげればよくて、 M ペアーズだとインデックスも取れるんですけど、 M アイテムズだとただ単純にこういうふうにアイテムだけ取れるフォームになるんで、まあ、この方が今回に関しては適切だったんで、ちょっと M アイテムズに直しておきます。で、普通に for in なんちゃらって書くと、こっちの OP のね、渡されるアイテムの方は、イミュータブルな変数になっちゃうので、それを、多分このイテレーターかな?イテレーター、デフォルトのイテレーターはイミュータブルな、アイテムを返すイテレーターになっていて、それ自体は正しい実装だと思うんですけど、それを外すときは M アイテムズっていうふうにつけてあげて、ミュータブルなアイテムを返すイテレーターみたいなことにしなきゃいけないという理解です。はい、なのでちょっとねこの辺戸惑いました。はい、あんまりこういうことやるの良くないからね、本当はね、こうやって上書きしちゃうとかっていうのはね、あんま良くないので、やるんだったら普通はこうやるのかな。だからちょっと分かんないけど、レンジでのノープレフィックスオプスのドットレンで、これでぐるぐる回せるとして、アイでやって、でここでアイのなんちゃらイコールかんちゃらみたいな、こんな感じでやれば多分うまくいくんですけど、まあこうやるのが正しいのか M アイテムズでやるのがいいのかっていうとちょっと微妙なところがあるけど、まああんまりやらないやり方だったんで、ちょっと、ミスったというか調べるのに時間かかったという言い訳だけしておきます。はいで前回、こんな形で出るようになって、まあいいんですけど、ちょっと出したいなというところが一個、出したいなと思ったところが何箇所かあるので、もうちょっとテストコードとしてね、まずここの変数ね、ここに書いてあるんですけど、変数っていうかどういうロード命令なのかっていうのはここにしか書いてなくて、ちょっと分かりにくいというか、なので変数名をこのあたりに書いちゃおうかなと思います。ここでいいかな。ここでこうやってアームジョインしたやつを出しゃいいんで、なんかこんな感じで出しておけば、ロードのアーグスが間膜切りになる形で出るので分かりやすいんじゃないかな。はい、ということでこれでやってみようかな。まあ、とりあえずこれで一旦出力はOK ってこと、OK じゃなくなってた。FMT がなかったか。FMT もあるんだけど、やっぱこれか。なんかこういう書き方がちょっとダメな感じなんで、レッドのアーグ S、アーグ2とかにするか。はい。はい、まあこんな感じで。これが、アーグ、まあいいか。はい、まあ適当で。はい。まあこんな感じで。これ作っとけばね、他の命令も、ある程度簡単に、コード出力できるんで、いい感じじゃないかなと思いますね。はい。LD の A のインディレクト A16 っていう形で出たので、まあ、ここまで出りゃわかるでしょう。っていう感じで。はい。なので、じゃあ、ここからテストコードを作っていきますけども、今、インストラクション RS もちょこっと変わってるんで、こいつを上書きしまして、で上書きしたら多分テストがぶっ壊れるところというか実装がぶっ壊れるところがいくつかあるんで、そこを直しつつですね、テストが全部グリーンになったことまで確認したいというところがあるので、ちょっとそこを見ていきたいと思います。
はい、ここかな、インダイレクト HL がなくなったんで、これ JP 命令ですね。HL に直します。で HL だったらって感じで、まあ素晴らしい、分かりやすい感じになりましたね。あとは大丈夫かな。これなんで、これアンリーチャブルパターンだって、あ、だから全部網羅してるからいらないよってことか。で ARG1 は使わないんだもんね、これね。そうだ、ノンと A16 しか使わないから意味がなかった。はい、 OK。 じゃあこんな感じでいいと思いますんで、一旦ですねカーゴテストをやってみますが、アット E8 のところで怒られている、ここも怒って、2つ3箇所くらい怒ってますね。メインの532、はい、お？あ、じゃあメイン RS、 あ、こっちか、532、あ、これか。あ、アンドセルフ、アンドミュットセルフですね。あ、これいいのか。あ、これで全部直るかな。あ、なったなった。 OKOKOK、 全部 OK になりました。なのでここにですね、先ほど自動生成したやつの、まあ、一番上がいいなって、一番上行くのめんどいな。あら、2回出したから、ちょっと待って、じゃあいいや。ブレークかけちゃいましょうか。はい、まあ最初に1個だけ出してブレークかけました。だからこれで1個しか出なくなるはず。消しとこうか。 OK。 じゃあ最初にやる命令のテストは、LDB のロードの BCD16 っていう命令です。最初からちょっと難しい命令な気がするけど、 AB とかの方が簡単な気がするんだけど、アットテスト、あ、 JPHL のテスト追加しろって書いてあるな。よいしょ。これは to do にしておきましょう。忘れそうなんで。はい。で、こんな感じですと。ここにセミコロンが、あ、なかったね。はい。OK かな。LDBCD16。で、セミコロンつけとくか忘れそうだから、NIM の方にもね。あ、NIM やっちゃったよ。NIM やっちゃった。ニムがなななとと、ここですね。ここがセミコロンが必要なところで、じゃあカーゴテストを一発やってみます。エラーになる、なるのが良かったんだけど、ロードの BCD16 は OK になっちゃいましたね。単純に3動くだけで、BC に D16 をロードするんだから、アサート EQ で、EQ で CPU の、レジスターズのゲット BC ですね。BC の値が 0x0304 になるみたいなことにしたい。そしたら、こっちが0403かな。そうすると、こっちが上位ビットに来て、こっちが下位ビットに来るはずなんで、こういうことになってくれるはず。 D14 はここに指定した値そのまま入るはずなんで、これでいいんじゃないかと思うんですけど、はい、どうだ。あ、 OK。 OK なんだけど怖いな。0303にしてちょっとテスト動かしてみるか。これで1違うはずなんで、あ、大丈夫ですね。はい、あ、うまくいきました。あ、いい感じじゃないか、いい感じじゃないか。で、今回追加したのが、このチェック。これを追加していくのは結構辛いかな。まあ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 、ちょっととりあえず、他の命令もまるっとコピーしてくるか。全コピーするとするで、怖いは怖いんだけど、一回やってみるか。量が量なんでね量が量なんでちょっと怖いんですけど、
どこまでっていうのは上から見た方がいいか。LD ここからですね。LDBCD16 は OK なんで、ここから下を全コピーして、あ、そんなでもないか、そんなでもないのかな。うん、はい、じゃあここにドンドン貼り付けていいんじゃないか。はい、でこれでまずプログラムカウンターがおかしいかどうかがこれでわかる。設定がね、あ、じゃあこっちこっち頼む。あ、うまくいった。プログラムカウンターは大丈夫ですね。あ、トゥードゥーって書いときゃよかったな。トゥードゥーって書いとくか。そうですね、あのここでエコーの、あのちゃんと直したかどうかを分かりたいのでfix me と書いておきましょうかね。そしたら直したかどうかは分かるでしょう。他になんか直しときたいところあるかな。いいか、これで。あ、じゃこっちだ。いや、ここまでテストが全部通るとは思わなかった。だからロード命令としてちゃんと動いてはいるんだな。それはそうなんだけど、それはそうなんだけど、一発で通ると通るで怖い。よし、これでテストの BCA まであるか。いや、全部コピーして一応万全を期す構えでいこう。よし、でこれで1個エラーになるよね。うん、これ名前かぶってるよってエラーになるんで、これはいらないので消すと。はい、 OK、 こんな感じ。じゃあもう1回テストを流して 100OK。 よし、あとはじゃあこれ書いていくだけですね。インダイレクト BC に A の値を入れますよってことなので、A の値を入れなきゃいけないから、ここで CPU のレジスターズのセット、あ、 A の値か、 A の値を 0x12 としとくか、適当で。ステップしますよ。ステップしたらアサート EQ で、A の値をインダイレクト BC に入れるから、 CPU のレジスターか、これもあれなんだな、セット BC をして 0x0304 に入れましょうということをやりますと。で、そしたら CPU のバスのリードメモリー、リードバイト、とりあえずリードバイトでやりますね。で、 0x0304 か、あ、いいんだ0304のとこね、のところが 0x12 になってるはずなので、あ、そうだよね、 0x12 になってるはず。だからここの 0x12 の値がインダイレクト PC 0304のとこの、メモリーに書かさるんで、結局これでいいはずと。 OK なのか、怖いね。これ0になるはずなんで、あ、いいね、動いてるさ動いてるぞ。もう一個くらいやるか。はい、LDBD8 なので、D8 だから、ここの値ね、33の値、適当ね、これ33の値を入れたら B に入ると。これは簡単な命令ですね。 CPU のレジスターズの、B の値。いや、これなんか自動生成できそうな気がすんな。こうなるということですね。 B に入るから OK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  できるかな、これ自動生成。自動生成したいけど、もう一個くらいやってみるか。SP の値をインダイレクト A16 に入れる
だからそっか、インダイレクトの時だけ ここに入るから、あ A16 か、いや難しい気がするな。232334にしておくか。はい、でこれがインダイレクトの A16 になるんで、SP の値ね、 CPU の SP、レジスターズの SP に、あれレジスターズじゃないっけ、 CPU にあるんだっけ、あった、 SP に SP の値、0x5467 とかねにしといて実行すると、そうするとアサート EQ でプログラムカウンターじゃなくて、リードネクス、いや違う CPU のバスのリードバイトで、インダイレクト A16、 0x3423 かなの場所、3423の場所に対して、0x67 が入って244、次のバイトのとこに0x54 が入る形になって、これついでなんでリードワードすると23すると、リードバイトしてこの値に勝手あのひっつけてくれるんでこうなるはず、まあ、どっちかはいらないんだけどこうなるはずです。ドン、いった、わあすげえ、マジですごいじゃん、言ってます言ってます。あ、これ自動で書けるか、こういう SP 書いてリードバイト書ける気もするけど、書けたら楽だな、だってこんだけあんだよ。あーどうしよう迷うね、迷う時間とやる時間と実際に普通に書く時間って結構均衡する気がするね、これは。インダイレクト BC の値を A に入れるから、あーでもこれだとだからCPU のバスのライトバイトをしなきゃいけないんだね、これはね。 0x これできんないか、0403のところに LDA でしょ、いいね、0403に 0x23 を書いておくということにして、で C バス書けるかな、これセット BC でしょ、セット BC で、0x04 こう書いておくと、インデクト BC だと0403を見てここに書いてあるこの値が A に入るからね、だからこれでアサート EQ で CPU のレジスターズの A の値が、0x23 になりますよねということで、OK、 うん、まあ書いていくか。はい、もう一個くらい書きましょうかね。ロードの CD8、CD8 でしょ、ここが D8 だから、44でステップしますと、そうすると、まあ、これ簡単だね、 CPU のレジスターズの C に対して 0x44 が入ってますよねというチェックでいい。 OK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 、OK、うん、まあこんな感じです。あとの残りは収録外で書いてきちゃうかもしれないで、まあその方がいいだろうな。うん、あの これをずっと繰り返して残り100個くらいあると思うんで、バーッとやるだけなので、でやる内容も多分さっきまでのところで出てきた話くらい、インダイレクトがなんとかとかがちょっと特殊で、あのメモリに書いて、HL セットしてみたことやるだけなんで、多分バリエーション的にもそんなにないんで、ただの作業って感じだと思うので、
ちょっとなんか特筆すべきようなあの命令があったらそこだけちょっと取り上げて次回あの話をしようかなと思います、はい、でまあこれで奇跡が起きて全部うまくいったらやったという感じですねはい、はい、ロード命令これで終わっちゃうかもしれませんけどいいのかな、うん、ということで今回は以上。次回お楽しみにチャンネル登録高評価お願いします。では。